はい。皆さんどうもこんにちは。ネイチャーパブリッシンググループの新谷陽子と申します。私、オープンアクセスジャーナルのマーケティングを担当しております。ご存知のようにネイチャーパブリッシンググループは、ネイチャーをはじめ、いろんな科学ジャーナルを出版する出版社です。昨年の5月に、シュプリンガーパブリッシングビジネス と、えネイチャーパブリッシンググループの親会社であるマックミランが、え事業合併をすることになりまして、あの、今年から、えスプリンガーネイチャーという、あの、ブランディングで、あの、いろいろな皆様に、え研究ですとか教育に関わる新しい発見を、えしていただけるよう貢献することを目指しております。で、本日、ご依頼をいただきまして、えデータジャーナルに関して、あの、ご説明をさせていただくんですけれども、あの、オープンサイエンスが、あの、加速していく中で、え であのいろんな、えー、助成金機関とか政府とかが研究者に対してあのオープンアクセスで論文を出す。 以上に研究データその後ろにある研究データもどんどん公開していきなさいというようなマンデートを課してきている状況の中で研究者の側にとってはそのマンデートをこう受け入れるためのインセンティブはちょっと足りないっていうことでじゃあそのインセンティブを出すためにどういうふうにすればいいかということで出版社の方からの一つの提案としてデータジャーナルということを考えつきました。で はい、えー、今申し上げましたように、えー、かなりオープンアクセス化が進むに従って、えー、いろんな政府とか助成金団体、あとあの大学とか研究機関であのオープンアクセスマンデートを課しているということで、こういった形でどんどん右肩上がりに推移していっているということ,と,うことがあります。えー、一つ、あの あの、の、大きなきっかけとして、2003年に、アメリカの国立衛生研究所、NIH が、え助成金を えー、申請をする段階でその女性を受けた研究の研究データをどういうふうに公開するかということを内容として申請所に盛り込まないといけないということを方針を決めてからアメリカを中心としてイギリスヨーロッパそういう欧米諸国でオープンアクセスオープンデータのマンデート化ということが進んでまいりました。えー、皆と、えー、ところででフィグシェアというのはご存知でしょう でしょうかえこちらですね、えー、研究者が、えー、研究するに従って例えば、まあ、実験データとかそういったものをたくさん、えー、生成されてくると思うんですがそちらを、まあ、論文には出さずにあの論文に出せないような部分も含めて、えー、デ,データリポジトリというプラットフォームに載せてそれが検索できて引用できてでいろんな発見につながるというようなプラットフォームを提供しているあのー。 えー、ところが、えー、フィグシャーという、えー、データごめんなさい、ね、ところがあるんですけれどもこちらの、えー、代表者が、えー、昨年の1月にブログを書きましてこれがちょっと話題になったのでご紹介させていただきます。の、えー、のデータの オープン化に関しては6段階あるということで一番上がその女性を受けたようなデータに関してあごめんなさい研究は全てオープンアクセスで論文を出版してくださいというふうにリコメンデーションを行う。 まあ、できたらやってくださいということで、行う一段階目から、一番下は、研究論文だけではなく、その後ろにあるデータですとか、ソースコードとか、使われたものすべて、デジタルアウトプットとして、すべて強制的に出してくださいという6段階があると。で、その中で、昨年、2015年は、The Year of Open Data Mandate ということで、4番目ぐらいの段階に進んだということで、ブログで歌っています。 さて、えー、ここでもうこれまでも散々話されてきたことなんですけれどもなぜデータを公開するのかということをもう一度おさらいしておきましょう。えーまあ、女性団体とか、まあ、国とかそういうところからの,あの視点が中心なんですけれどもまずあの研究費の投資とあと研究者が研究をする時間 というものを、あの、が、えー、結構重複してしまっている。で、その重複をなくすことによって、えー、研究投資への費用対効果を相対しましょうというアイデアがあります。で、また、えー、他の目、他の人の目に、研究データの段階からさらすことによって、新しい仮説の検証を可能にしようという、大きなオープンサイエンスの、えーあ 枠組みがあります。で、えー、複数の研究結果を使ったメタ分析を効率的に行うということが可能になると思います。そして、えー、異なるデータセット間の統合を可能にするということで、えー、例えば、あのこれまでは一つの分野において、えー、オープンアクセス化されていたものは、論文は皆さん読むと思うんですけれども、その、えー、論文の後ろにあるデータが、が 開かれていることによって他の分野の人が見たときにあのこの分野は自分のこのデータセットは自分の研究に盛り込めるなというような形でデータセット間で統合を図るそして、えー、と総合科学分野に寄与するということが考えられますで少しネガティブなあの面ではあるかもしれないんですがデータを公開する利点として、えー、科学的 発見の再現性とか透明性、あと妥当性を検証するあの大きなきっかけになります。そして、えー、もともとその研究をしている際に、もうデータから全て出さないといけないというふうに分かっている,いるのであれば、あの、誤りとか不正を未然に防ぐことができるんじゃないかというような考えもあります。というわけで、あの、まとめますと、研究結果の透明性を高め、再現性を 確証し、再利用や新しい発見を促すには、論文をオープンアクセスにするだけでは不十分である。で、付随する他の成果物、データ、プロトコルとかソースコードとかそういったものもすべて自由に利用できる形で公開する必要があるということが、公開、データの公開とオープンサイエンスの中核のコンセプトになっております。 さて、えー、そんな中、えー、研究者の側からするとどうでしょうということで、えー、研究データの公開にまつわるさまざまな課題先ほどの高木先生のお話でも結構出てきて重複する部分がたくさんあるんですけれどもまず助成金を受けた研究で全ての研究プロジェクトが必ずしも あの、ポジティブなデータにつながるわけではない。研究成果に結びつくわけではないということで、ネガティブデータなどは特に、あの、研究者の、あの、例えば、まあ、あの、えー、ノートですとか、あの、で、 そうですね、あのパソコンとかそういったところに、されてしまって日の目を見ることががなないっていうようよ問題がありますますた、えー、価値のある情報が発見しにくい場所に置かれてしまう、これはですね、あのオープンアクセスジャーナル、まあまあ、ジャーナルの論文とかで研究成果をあの発表する場合にも、えー、研究データをどこに置くかということは、えー、ちょっと問題になってましてで、もちろんデータリポジトリに置くということは可能です。 でまた、えー、論文に付随するサプリメンタリーインフォーメーションに出すことが結構多いと思うんですけれどもこれあのもちろんその論文を読んでる人には分かるんですがサプリメンタリーインフォーメーションこうファイルをわざわざ開かなければいけないというようなテーマもありますしやっぱり発見しにくい場所に置かれてしまっているということになっていると思います。そしてデ、えー、デーータタリリポジトリ自分のの研究がどどういったどこのデータ ベースデータリポジトリがふさわしいのかといった情報が足りないでデータリポ,リ,リポジトリ自体が不足しているといった問題がありますで、えー、データ自体をも公開してしまうのはやっぱりもったいないデータは持っておきたいそうすると自分のこれからの研究他の発見につながるかもしれないといったようなアイデアももちろんあると思いますで研究者の皆さんは え、業績をどんどん出していかなければいけないということで、時間に追われている、もうどん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 もう先に進まないといけないときに、データを整備をして、データベースなどに置くという、ディポジットするという作業って結構大変なんですが、そんなことに時間をかけている余裕がないという声が割と聞かれますね。で、データを整備をして公開する作業に対する見返りが、インセンティブが全然足りていないという問題があります。そして、えー、 とえに、ええー、まあ、データを公開したとしても、自分自身が公開するデータのメタデータは、やっぱりテキストファイルで結構限られた情報ですので、それがちゃんと自分のいたした形で使われるかどうかっていう保証がどこにもない。また、えー、自分が使う側にな,になった場合に、自身、えーと、公開されているデータの使い勝手が悪いですとか、データ自体の査読は、ええー、主要なジャーナルで行っていないので、えー、データの 有用性を確証できていないんじゃないかという問題がありますまとめるとこの3つぐらいになると思うんですがデータ公開をする機会の問題で研究者側からするとデータ公開をするインセンティブが足りないという大きな問題そしてデータ自体の有用性の問題点の3つがあります。 で、これらの問題点と、えー、解決策をこのようにまとめてみました。えー、まず、えー、価値のある研究データが施造されてしまうという問題に関しては、データを出版し、データが世に出る機会を創出するということで、データ自体を説明するようなメタデータの記述版みたいなものを、えー、の論文として出してしまえばいいんじゃないかという考え方です。インセンティブに関しては、えー、引用可能な出版物として、 クレジットになるのでデータを記述すればいい同じことですね。で最後の有用性に関しては公開されているデータが本当に役に立つのか微妙っていうところはデータの記述とかデータ自体も専門家の目を通してきっちり査読をして有用性を確証すれば検証すれば良いということになりましてこういったアイデアからデータ論文というものが を考えつきました。こちらですね、データについて記述したものを査読をして出版することでデータの利活用を促進しようとしています。で、データ記述を引用可能な文献で Cv にかける業績として生み出すことによって、データを公開したこと人がクレジットになるという。 ことですね。そういうわけでえ2008年か9年ぐらいからデータ論文を出版するデータジャーナルが相次いで誕生してきました。例を挙げるとギガサイエンスです。とか、アースシステムズ、サイエンスデータなどがあります。 で、その中で、え弊社もサイエンティフィックデータというものを、え2014年に、え刊をしたんですが、えぇ、このサイエンティフィックデータというデータジャーナルを創刊するにあたり、え市場調査を行いました。このサーベイ、え2011年が実施ということで、ちょっと古いんですけれども、えここのサーベイでは研究者にどういう形で研究データをシェアしているか、で、シェア、シェアされた研究データはどういうふうに使っているか、 あと、えーまあ、データジャーナルについてどう思いますかといったような、えー、内容を聞いています。で、えー、結果として、まあ、60%、過半数以上の研究者は他の研究者とデータをすでにシェアしていて、で、そうしたシェアされたデータを月に一度は見ていると。で、えー、そんな一方で45%の研究者の方々はどこにデータをポストしていいかわからないといった声がありました。 でデータジャーナルのコンセプトデータを公開することによってクレジットを得るで文献を通してクレジットを得るというコンセプトに関しては90%以上がデータジャーナルのコンセプトを肯定的に受け止め80%以上がデータジャーナルの存在がデータの共有を促すだろうというふうに考えました。 で、同じサーベイの中で、データの出版、データジャーナル、データ論文を出版に関して、研究者が望むことというのを聞きましたが、96%がデータの認知度や見つけやすさの向上で、データ自体のユーザビリティの向上、またデータを公開することによるクレジット、でデータセットやコンテンツの差読、もう先ほどからの何回も繰り返しになってしまって恐縮なんですが、そういった結果を得て、 えー、こんな、えー、基本原則というのを打ち出しています。まず、えー、クレジットですが、えー、引用可能な形ででで研究データを公開できるのでクレジットが得られますでもちろんその引用,され引用可能な形なので自分の出したデータが、えー、どんどん他の人に引用してもらっているという確証が得られるのですごくそれはあのデータを出した側の。 のその今後も出していこうというインセンティブにどんどんつながっていくんではないかということですね。で、オープンに関しては、えー、の、えー、まあ、論文で、えー、ジャーナルで査読し、まあ、なので、えー、の、クリエイティブコモンズライセンスをあのちゃんと付与することによって、えー、データの再利用を推進をしています。で、えー、データ技術をキュレーションによって、 標準化をしてさらに再利用に役立てようということで再利用に注目をしています。で、クオリティに関してはデータキュレーションエディターという専門エディターがいるのいるんですけれども、その専門エディターが各研究コミュニティに。 での専門家の方と、えー、1名以上の専門家に、えー、査読をお願いをして、えー、厳格な査読を行っておりますそのことによって品質と再利用性を保証をしています最後に既存のデータリポジトリの、えー、利用促進なんですが、えー、サイエンディフィックデータ自体には、えー、一時データというものは、えー、出版をしてしせずに、えー 各研究コミュニティ関連するデータベースとかそういったところにそういった専門的な特化した既存のデータリポジトリにデータ公開をしてもらうことをサポートしています。でこういったクレジットオープンリユーズクオリティでデータリポジトリとの共同という原則のもと2014年5月。 もう2年ぐらい前になりますね。にサイエンティフィックデータを送還をいたしました。で、ここからサイエンティフィックデータの詳細に入っていくんですけれども、えー、とまず2014年5月に送還。で、オンライン限定のオープンアクセス紙で、なので誰でも利用が可能です。 で、扱っている分野は、最初もう少し狭かったんですけれども、えー、だんだんと、え、エディターを増やすですとか、まあ、あの、コミュニティの方々との、え、対話を通じて、えー、分野を増やしてまいりまして、現在は自然科学、物理学、え、社会科学のデータセットも掲載をしております。で、このサイエンティ,フィックデータは、えー、科学的に貴重なデータセットの記述を掲載をする、えー、読詞になります。 で新しい形式のコンテンツであるデータディスクリプターというものが、えー、出版コンテンツなんですけれどもこのデータディスクリプターの詳細が下に書いてある通りです。えー、実験観察データセットのの、えー、詳細な記述を提供するための新しい論文形式ですで論文ではなく、えー、データディスクリプターつまりデータについての、えー 説明を記述したものなんかデータディスクリプターを、えー、データ記述紙みたいなあの翻訳の仕方をしてくださっている方もいらっしゃいますが記述しているので、まあ、あの研究成果とか新しい発見というものは含まないので厳密に言うと論文じゃないんじゃないかということですねなのでそういったアーティクルタイプをつけて今の名称をつけていますそして、えー、このここで記述されているものは、えー、データを収集した背景 で、データがどこに保存されているのか、データどういうふうに取ったのか、あとデータの品質を示す技術的分析、あとデータの利用方法などの記述をきっちりと記載することによって、他の人がそれを読んだ時に、あの、ローデータにアクセスがちゃんとできて、で、こういう手法でやれば、このデータが この研究が再現できるんだというようなことをができるような形で記載をしてもらっています。というわけでサインジックデータでは新たな仮説の検証とか 知見とか手法ななどは全く含めいいいいでいただいています重要なのはそのデータの完全性きっちりと他の人が見たときに再現ができるか再利用ができるかというところがあの主題ですとねむしろ新しい仮説の検証とか知見とかは、えー、審査対象となりません。 で最後に特徴的なものとしてあのいろんな出版社がデータジャーナルを出していますがそういったデータジャーナルとサイエンティフィックデータのあのを分ける、まあ、一つの特徴的なものとして、まあえっと、機械家族のメタタデータといいうものを付与していますでこちらコンピューター処理可能な形式に実験デザイン情報をメタデータとして落とし込んだものが論文に付随をしています。 えー、今申し上げましたデータディレタディスクリプターの構造化されたメタデータなんですが ISA 多分アイサコモンズというあのスキームを使っておりましてこちら、まあ、実験データが一番中心になってきているんですがインベスティゲーションの I でスタディの S アッセイの A ということで、えー、ISA という。 あのスキームなんですけれども、この isa タブを使うことによって、えー、かなり詳細に実験データのメタデータが、えー、作成ができるということですね。で、このメタデータ自体は一見見ると、あのまあ、タブ切りのまあ、テキストファイルみたいなもので,でこれをあのアドバンストユーザー。まあ、例えばコンピューターサイエンスをやってる方々があの使ってで。 分野横断的な検索ができたりといったことを可能にしています。で、社内のキュレーションの中心はこのメタデータを作成する手伝いを著者とあの共同であの行うことなんですね。 で、そのために、あの、こういったソースとかサンプルとかキャラクタリスティックとかプロトコルとかデータというものの、あの、メタデータを集めるための情報を、えー、きっちりと著者とコミュニケーションをして、えー、それにプラスアルファをして、実験メタデータにセマンティックな解釈など付加価値をつけるということを行っています。まあ結構マニアックな話になってしまいましたが、えー、具体的にデータディスクリプターを見て、 もらうのが一番えで持ってきましたでこちらパッ、えー、と見普通の論文と同じですね、えー、普通人が見てわかる読めるようなデータ HTML と PDF があって PDF クリックするとこんな形で普通の論文にと同じ感じですねまずイントラクションがあってでメソッドがあってでリファレンスとかがあるということですそして ISA タブ先ほど申し上げました機械過読な構造データというのがここについています で内容なんですがちょっと普通の論文とは違っていてこの黒の部分は通常の研究論文と同じ、まあ、共通する内容で青い部分が少しまあデータ論文に特徴的なものということで、えー、例えばメソッドはデータの作成方法を記載をしますでデータリコードは各データと情報の所在フォーマットをあのリストしているようなものですね で、データの質を裏付けるのに、えー、必要な実験とか分析を記載するテクニカルバリデーションの箇所。あと、えー、このデータをどういうふうにすればうまく再現ができますよ。うまく再利用してもらえますよといった優勢児ノートの場所、箇所もあります。で、最後に一番重要なのがデータサイテーションなんですが、えー、データ、一時データは、あの、 最適データの中ではなくて、外部にあるデータリポジトリに保管をしてもらいますが、そのデータがどこにあるかという書士情報をきっちりと明確に書いてもらう。できれば DOI もつけた形で書いていただいています。せっかくなので、今取り上げたデータディスクリプターの内容をちょっと紹介します。こちらですね、えー、と、セレンゲティ国立公園で、 えーのえー、でこういった形でセレンティリー国立公園1 0 0 0トルの結構大きい国立公園でここに225のカメラトラップを設置しましてでそのカメラトラップでこんな形であの写真があのカシャカシャとこう動物が通るたびに撮られるんですけれどもこの動物まあ右上は多分キリンですよねでそんな形であのこの動物が何かということを、えー、こういったウェブサイト を立ち上げあの市民科学者のボランティアの方々にアノテーションをしてもらいでそのアノテーションの結果動物の動詞動物種の動貞と動物の行動を、えー、割り出すアルゴリズムを、えー、作り出しでそういったものを、えー、実験データ そういったものの作成方法をデータを記述したものがデデーータタィスクリプターとしてこちらに掲載をされていますでこのデータディスクリプターはもちろんこのアルゴリズムは今後のこういった研究にも役立てますしシティズンサイエンスといった大きなオープンアクセスオープンリサーチのオープンサイエンスの潮流にも下があるのではないかということです。 そしてで一次データはデータドライアドといいまして f i g s h は先ほど少し申し上げましたがデータドライアドはナチュラルサイエンスにおいての結構ジェネリックなデータリポジトリでしてそちらに保管をしてもらっています。 で、他にも、あの、どんな、どんなデータディスクリプターが出版されているのかということで、少しずつ紹介させていただきますが、まず、古いデータセットを取り上げたもの。これ、70、1970年代に、チンパンジーの赤ちゃんの、が、喋っている音声データを、えー、がテープに保存されていたのですが、それが分析も何もされず保管されていた。で、それをデジタル化をして、えー 今後、あの、例えば、まあ、チンパンジーの、まあ、コミュニケーションですとか、あとは、まあ、人類の初期段階での語言語の発展に関する、えー、研,究で研究に役立てるのではないかということで、データディスクリプターは出版されています。また、えー、キュレーションにより集約されたデータリソースということで、えー、こちらホストパッションで、あの、病原体とそれのホストになっている動物がどの国にいて、どういう形で動いていってというと分布とか、あとそれと人間の、えー その病原体の,あの関係みたいなものを、えー、データベースと、えー、書士データから取り出してそれをデータベース化しているでその過程をデータディスクリプターで、えー、解説をしています。でもちろんあの感染症のの研究ですとか、えー、どの、えー 国で、これまでどんな病原体が見つかったのかといったような形で、あの研究に役立てるということで、再利用性が評価され、データディスクリプターとして出ています。で、また、計算に基づいて作成されたデータとソースコードの公開ということで、こちら、干ばつに関する研究の過去のデータを集めたものを、に、 ものをソースコード化をして、そのソースを走らせることによって、プログラムを走らせることによって、どこの地域であのどんな災害が起きたとかということが、あの一発でわかるようなデータシステムを開発をしたんですけれども、その あのデータを収集した方法をデータディスクリプターとして出していますでこの著者はこのデータディスクリプターが出した,を出した後にあのサイエンスにあのそのアルゴリズムを使ってえ出した新知見を出版をしていますまたインパクトの高い論文に付随するデータということでえこちら昨年の3月にあのアイスランドのえゲノムの塩基情報をに 付随する大きな研究かなり大きなそのゲノムの研究が NatureGenetics に載ったんですけれどもその Genetics に載った4辺の論文の後ろにあるあのデータセットを詳細に記述をしているものです。でこちらはーノースキャンのデータをあのいろんな人に使ってもらうということで再現性とか再利用のためのコンソーシアム大規模な研究コンソーシアムによるデータセット。 を出したりとかその一方で単一実験によるデータセットが出されたりとかしていますでいろんな種類のデータディスクリプターが出ているんですがひ、まあ、一言で言ってしまえば著者がこれは価値があるというふうに考えて他の人も使えるだろうというふうに考えるようなデータを全てを対象としていますえ先ほど申し上げましたが一次データは、えー、各研究コミュニティに、えー ケミュニティコミュニティ認知をされているデータリポジトリーに保管をしていただいています。で、現在80近くのデータリポジトリと提携をしていますが、その内容がまあ生命科学とか医学とか科学とか物理学、社会科学と多岐にわたっています。で、どのリポジトリーにこのデータを登録するべきかといったようなアドバイスを著者に行っています。というわけで、えー まあデータリポジトリがたくさん下にあってでまあフィグシェアとかドライヤードといったジェネリックなデータリポジトリもあってでそちらとえ上にあるまあえそ,そのデータリポジトリに置いてある研究データはから得られたチャンピオンデータはおそらくネイチャーとかジェネティックスとかいろんな研究士に載っていくと思うんですけれどもその研究士とデータ リポジトリのデータをつなぎ合わせる接着剤のような役割をサイエンティフィックデータが果たしているというふうに思います。で、例えばあのまあ、えー、助成金を得て、えー、研究進まれた研究が、えー、あまりうまく、えー、うまい研究成果に結びつかなかった場合であっても、サイエンティフィックデータではあの、えー、こういったデータを集めましたという形であの出版をしていただき、えー、業績に。 つながるとということもありますで、えー、と結構ですね最低限の話をするとで結局どうなんですかっていう話をよく聞かれます。というのは、えーまあえー、引用されてるんですか読まれてるんですかとか、えー、インパクトファクター X ですかといったようなことをよく聞かれるんですがで最新の情報として、まあ、あのお知らせしますと去年一番、えー、アクセスされたデータディスクリプターの は先ほども申しし上げましたセレンゲティ国立公園のもので2万5000件の,のページビューがあるでこちらえーとソーシャルメディアとかでも取り上げられたので448というソーシャルメディアのインパクト指標というアルトメトリックスの値もかなり高くなっていますで一番まあ引用が結構かなり気になるところだと思うんですけれども最も昨年引用されたデータディスクリプターはあの先ほどの間伐のデータディスクリプターでこちらですねごめんなさいえ 件以上の引用が、えー、Google スカラーで 記録されています結構あの 2, 年2年以内に40件以上の引用というのは高い方だと思います。でそれ以外の,あのアップデートなんですけれども、えー、サイエンティフィックデータはデータシェアリングを進めるための,あのイベントを開催しておりましてそちらの,あの成果ですとか、えーまあ、ビデオとかスライド全部公開していますのでぜひあのご覧いただければと思います。またさっき ISA タブについて申し上げましたが ISA x といってこれまであのサイエンティックデータにの掲載されたメタデータ機械家族なメタデータ ISA タブをの横断分析が可能な ISA エクスプローラーというのを開発し12月からテスト運用しています。 でもう一つデータキュレーションエディター、まあ、データの、えー、質を確証するためそしてメタデータを作成する補助をする専門のエディターがおりましてあのこの人が3月の頭に RDA に合わせて、えー、来日をする予定ですでいろんなところであのセミナー等々を行う予定ですのでぜひこちらもあのサイエンティックデータのツイッター、まあ Twitter、とか、まあ、ウェブサイト上で情報をチェックしていただければと思います。すすみまません長くなってますが、えー、最後 最後にまとめまますね、えー、まず、えー、オープンサイエンスと研究データ公開の義務化の波が来ていると。で、えー、研究データ公開においては、えー、複数の課題がある。でそんな中解決策として、えー、データ論文とかデータジャーナルが誕生しました。でこのデータ論文はデータを発見検索理解しやすいフォーマットにより、えー、再現性をや透明性を確保し、えー、再利用促進しようとしています。 でデータを登録保管する一時データのリポジトリとの共同によってさらにデータ公開を促進しますで研究者の人にとって業績につながるということでインセンティブクレジットになるのであのどんどん研究者側からデータを公開しようというあの意思につながり正しいデータ公開を促すことでどんどんオープンサイエンスを加速してい,ただけいけたらというコンセプトで運営をしております。 でえー、こちら、えーまあ、データ、サイエンリングデータの,あの運営がどういうふうに行われているかということで、まあ、編集長とか、あのまあ、データキュレーションエディターの情報、あと、ツイッター、Twitter、はかなりあの研究データに興味がある方には、すごく面白い、えー、情報が毎日のようにツイートされていますので、ぜひあのチェックをしていただければと思います、えー。ちょっと煩雑な話になってしまいましたが、私の報告以上ですありがとうございます。 Gracias.